ちは、ミュージカルラバーのゆきのです。ただいまニューヨークに来ておりますが、ちょっともう寒すぎてっていうのと、ミュージカルを見る以外に何にも目的がないので、ちょっと暇すぎてですね、とりあえずタイムズスクエアに行こうと思い歩いております。そしてたった一人でカメラを持って一人で喋る、この怪しさどうしたらいいんだ。あ、そこまでさ、その5年前に来た時に変わった。さてさて、やっと近づいてきました。ブロードウェイじゃないブロードウェイじゃない、ブロードウェイでもあるんだけど、タイムズスクエアです。ご覧ください。ミュージカルのポスターもたくさんありますね。ミスターバッタリー、ベタリス、ミーガールス、ミーガールス、やっぱ目の前にあるのはチケットで、めっちゃ並んでる。これこう歩く時のポイントはですね、話しかけてくる人には見向きもしないということです。そういうのはですね、話しかけてきて、でパフォーマンスしたりとか一緒に写真撮ってあげたりとかっていうことをされて、で着ぐるみとかもたくさんいるんですけど、それですごく高額な請求をされることがあるので、ここではですね、誰かに話しかけられても何も答えてはいけません。まあ、トリプルマンとかキングコング、いろんなハリーポッターもありますね。見えるかな。あ、すごい。あ、そう、こういうの、こういうの、こういうの、マジでダメだから。絶対ついてちゃう。いや、本当に人が多いし、日本人もめっちゃ多い。とりあえず私は夜のフローズンまでマジで何しようって感じ。前はですね、ここにトイストーリーじゃなくてトイザラスだ、トイザラスのお店があって、でそこがね、すごくて、本当なんか5階建てぐらいで、その中に観覧車があったりとかして、ビルの中にですよ、建物の中に観覧車があったりして、なんかね、もうすごくて、すごい子供にとっても大人にとってもものすごい楽しいスポットだったんですけど、トイザラスなんか経営破綻でしたっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、それでなくなっちゃったんですよね。悲しい。そこで時間潰せたのに。でもなんか2回目っていうのもあるのか、なんか不思議と全然緊張しない。なんか前はもうどこに行くにも緊張してたし、すごいドキドキしてたから、なんかもうすごい疲れちゃったんですけど、まあ、今日まあ初日っていうのもあるけど、なんか全然疲れてないし、なんか英語で全然話しかけられてまた答えられなくても大丈夫だし、メンタルが強くなったのかな。てかこの何も全く意味のない、この私のドアップで申し訳ない。でもせっかくニューヨーク来たからなんか撮りたいなと思って、とりあえずタイムズスクエア来たっていうね。本当はセントラルパークでピクニックしたいなんて思ってたんですけど、ちょっとそんな気温じゃなくていいので、この1週間の間にね、ちょっとピクニックぐらいの気温に上がってくれたらいいんですけど、本当に寒い、冬かよみたいな。マジでね、なんか東京に住んでると東京にもお店があるものが本当にいっぱいあるので、なんか特に買うものもないんですよね。さてさっきなんか化粧品とかをなんか値段比べてみたりしたんですよ、売ってるものと。なんか全然変わらなくて、じゃあなんか本当に買うものもないなと思って、とりあえずなんかiHerbでしか売ってない
日本だとアイハーブぐらいでしか買うところのないこのビタミンのサプリを買ってみたみたいな感じで、本当にね暇なんです、どうしようというところで、1日目のご報告、またフローズンを見たら明日またフローズンのご報告とともに、撮影をしたいと思いますので、とりあえずタイムズスクエアは明るいよっていうことをお伝えしました。何の話やねんみたいな。はい、以上です。じゃあ今日も最後までどうぞ。